テレサー準備 OK？ はい、OK です。じゃあ行きましょう。意外と中級者の方って意外とっていうかね、今まであのテレあのハメさんには悪いんですけども、選ばれないんで、もうちょっとね、いやー、ここ中級者卒業は結構難しいのかもしれません。それだけ、ね、でかい壁の方がいいということで、いきましょう。帝といえばテレサーみたいな感じになってますけども、さあ、ホヒコさんとテレサですが、こちらの2人、かなりのじゃいの方はホヒコさんも挑んでいる姿も見ます。たまに勝っている姿も見ます。その絡み勝ってる19対1でもその1を引ければ卒業ということで、まあね、卒業したら8対2とかどんどん数値を増やしていけばいいだけなんですけど、ここはコッパンで返していく。テレサはね、常にこう 全力で相手を殺しに来るイメージがありますのでね、その全力プレーを受け止めるようになれば卒業なのかなと思いますが、さあ 2K、 風神とかにもね勝てそうですね。画面は10位。さあ星しっかり星タッチ系から端空だから激凛じゃない、爆死はしばらい。一本選手はテレサ。ただまだ分かりません。おっと、なぎはからここは受け身が可能。タッチピー、ここは暴れてしまうと、捕手が取られて、さらに風神は投げ押し込みなので投げられそう。結構きつそうですね。早めにジャンプで逃げるしかない。さあ、ここはガーポ取って、うまい、うまくディレイを効かせて拾っていきましたが、どっち、おっと、これはテレサの投げ返しを狙ったが、金エースに引っかかっている。さあ、体力リードはアンジー。ただ、ゲージ状況がちょっとまずいですね。今度は前へ、ガードポイントを取らせない。裏に落ちる、激凛、前へ、はい、追加。中段から、エンエス、龍神、コパン、2杯、前杯から、しっかりエリアルコンボ、殺し切り。さすがに、コンボはミスらん。メンヘラ協会牧師って何なんだよ、いまだに気になってしょうがないですよ。さあ行きましょう。ファンコバゲン対テレサジャム。さあ開放連打だ。この選択肢はガードされてしまうと核管がね飛んでくるということでね、ちょっと怖い選択肢なんですけど、ここはね不意打ちということで、ね、開幕打っていきました。ちょっと見ない間にねスタンプたくさん集まってます。気配から畳、さあ枠からつながらない。そしてオレン、コーチフドってマイピー、うますぎる。コンボ決めて、これは端へ連行されます。当たらない、これはラッキーか。しかしガウン取れちゃっている。ガード足払いから、あんなにあったスタンプはもうない。ガードが間に合って、コパンから歩いて投げる、剣道かさて、千里から激凛落とす、分からん、何やってるか分からん、エンエスからダッシュエンエス、さあ分からないぞ、ロボキャンからジャンディ、FB が何か、ガード、おっと、ここはつながらず、ノーマルヒットだったしね。さあバーストは溜まっている。鍵はテレサ戦の鍵はやはりバーストになるか。さあ投げてマイピー、ここでバーストを大事に使っていく。あーと激に踏んで、エンエス畳、ここからロモキャン、さあサクロを捉えて、龍神が怖いが怖がっていたら勝てない。戻ってくるジャン、あ、これは殺せそうだ。ロマキャンからマイピー、ザクロが入らないが、パイロン最終ラウンド、テレサのバーストはもう溜まっている。回り込み 2K 足払い、さあここで
ワースを使って3本プラス全部で4本さあその希望を打ち砕く千里か。いやしかし恥ではない、これラッキー、これ逃げる、まだわからない、気絶値は溜まってるが、ここで大物ゲット。天狼位置に変え、龍神ある貼り付けて、しかしこの後セットプレーに開けないで、この後チャンス、投げを返してある、悩む、オーレヒット、あーと迷いのない天狼、まだわからない、本当にわからない、手からある、足払いから再び、あーオーレヒット、勝ったらファンコバイケン優勝ということで、テレサありがとう、おいで。じゃあね、コメントをお二人に卒業おめでとうございます。ミカドにようこそ、玄関マットを踏んで。いや、ミカドにようこそじゃねえよ、みんな来てるからやめてよはい、というわけでフランコさんおめでとうございます。ありがとうございます。ようやく玄関マットが踏めましたありがとうございます。さあ、で今日はね、イージールートのハメンチルートもあったんですけども、いや2人がこうテレサとぜひやりたいということで、ね、テレサと対戦して、ついに2号ですね、2人目の卒業者が出たということで、皆さんね、これからも頑張って、優勝を目指して頑張ってください。本日大会お疲れ様でした。いやー熱い試合だった。はい、というわけで、かなり雰囲気のいいまま、このままね、中級者の卒業者が、全然出ないとどうしようという不安がね、ありましたが、なんとかなりそうですね。皆さん頑張って一試合勝てばいいだけなのでね、ぜひ優勝、そして、小学生目指して頑張ってください。お疲れ様でーす。